フローは1998年に結成された日本の5人組ロックバンド。所属レーベルは桜ミュージック。所属事務所はアミューズ。2003年1月、インディーズで海援隊の送る言葉のカバーをリリースし30万枚以上を売り上げるヒットを記録。同年7月、シングルブラスター出来オーンレコーズよりメジャーデビュー。 2010年6月にリリースされたアルバムマイケラ・コザムが欧米を中心に世界44カ国でも発売され世界進出を果たす。以降、海外において20カ国58公演ものライブ実績を持つ。また、スポティファイにおける海外で最も再生された国内アーティストランキングにおいて2018年は第8位、2020年は第10位と、 各国から根強いファンを獲得している。バンドのリーダーは2007年7月まではテイクであったが、現在は毎年変動制でメンバーそれぞれが務めている。2004年4月28日に発売されたシングル5がテレビアニメナルトナルトのオープニングテーマに選ばれ、その後も話題作品公共紙偏、エウレカセブン、コードギアス反逆のルルーシュ、 ナルトナルトシリーズなどのアニメ作品の主題歌を担当しており、それをきっかけに国内外で開催のアニメフェスやライブにも多数出演しているほか、2017年以降は自身のアニメタや布局のみで構成したライブイベントアニメ縛りシリーズを開催。また、2020年8月5日に発売の同シリーズの映像作品より、 ソニーミュージックレーベルズ内のアニメソング中心のレーベルであるらミュージックに移籍した。公式敬語テイクゴット S、岩崎ファンクラブ限定ライブのみのパートチェンジバンドオフィシャルサイトのバイオグラフィーなどをもとに記載。 1992年、1993年、1998年、1999年,年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年二千0 0 7年七年、0 0 8年二千0 0 9年二千0 1 0年二千0 1 1年二千0 1 2年二千0 1 3年、2014年、2015年、2016年二千0 1 7年、2018年、2019年、2020年、 シングルミニアルバムシングル配信限定アルバムミニアルバムベストアルバム映像作品 FC 限定映像オムニバスアルバムトリビュート参加作品オムニバス映像ゲスト参加作品ありがとうございます